もうすぐ2年になります。はい、こんにちは、八野誠でございます。今回は毎日タッチタイピングしてもうすぐ2年になりますというお話をしていきます。はい、今日の動画の目次ですけれども、1つ目、寿司だタッチタイピングの練習ソフトですね。寿司だで自己ベスト更新しましたということで、その報告で、2つ目に、毎日何かをやることの効果についてお話ししていきます。はい、まずはね、最高記録自己ベストを更新しましたということで、寿司だの3000円コースですね。これ私毎日やってるんですけど、今日ですね、久しぶり、5ヶ月ぶりくらいですかね、記録を更新したということで、そのお話を、はい、していきます。前回がですね、4月の28日ですね、かなり前ですね、574日目に、315回というね、記録自己ベストを出したんですけども、そこから今回長かったですね、4ヶ月ちょっとね、ほぼ5ヶ月はい、時間かかりましたけど、323回ということでね、前回よりも8回、回数が増えましたと。ただですね、平均キータイプ数ね、スピードがね、落ちてるんですよね。これも面白いとこで、金額はね、上がってるんですけど、皿1枚分ね、今回多かったということで、はい。ね、なので、まだね、まだ伸びしろはあるかなっていう感じですね。本当に超早い人で600回とかね、3000コースで600回とか行く人もいますので、そこまではいかなくてもね、やっぱ500回くらいまでは上げたいなと思いつつも、そうですね、私の場合400回くらいでも十分かなと思うんですけども、はい、行けるところまで行ってみたいなと思います。はい、そしてこちらがですね、私2019年の10月からタッチタイピング始めてね、それまではこうキーボード見ながらタイピングしてたんですけれども、キーボードを見ないで本当にブラインドタッチですね、タッチタイピングやってみてのこの記録の推移ですね。もう最初はね、やっぱりキーボード見ないで打ったら50回もいかなかったというところからスタートして、1ヶ月でそうですね、100回は超えて、2ヶ月で150に届いて、で3ヶ月で175回っていうのが、私がキーボードを見ながらタイピングした時のスピードだったんですけれども、それを3ヶ月でね、上回ってからは、あとはね、どん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 上がっていって、でさすがに1年くらいからね、こうカーブがかなり緩やかにね、1年かけてやっと50回も上がってないかね、30回くらいですかね、スピードはい、っていう感じで、ね、もうすぐね、丸2年経ちますというような感じです。はい、でこれまでね、自己ベスト更新するたびに、こうやってね、動画を撮ってきたんですけれども、ただ自己ベストのお話してもね、自慢になっておしまいなので、その中でもいろいろね、気づいたこととかね、お話ししてますので、結構こうね、こう毎日続けられない人とか、やる気が出ない人、チャレンジしたい人、頑張ってるのに成果に結びつかない人とかは、結構ね、参考になるようなお話しているので、ぜひね、もしこういうことでお悩みの方いたら見ていただけたらと思います。概要欄にね、 URL を貼っておきます。はい、そして今日ね、2つ目のお話ですけど、毎日やることの効果ということで、ね、私は2019年の10月1日からね、タッチタイピング毎日練習しています。はい、で毎日やるの結構大変かなとね、いうことなんですけれども、ね、蓋を開けてみれば、毎日続けて715日、ね、今日で経過してますけれども、実はですね、1日だけちょっとね、サボってっていうよりは忘れてしまって、ね、ちょっと家族で旅行して行った時にね、帰りにこう妻と喧嘩して忘れてしまったという、ね、そういう日もありましたけれども、一応それ以外はね、毎日ちゃんと続けて、715日。で10月1日で丸2年ということなので、はい、でここまでね、毎日続けてきて、何か気づいたことをね、皆さんに共有できればなと思って、はい、今日はね、毎日やることの効果について3つほどね、お話ししていきたいと思いますけれども、まずですね、やっぱり毎日やるともう習慣化するので、結構ね、忘れないっていうか忘れにくくなります。もう本当に歯磨きとか、あとはね、
お風呂とかと同じような感じですね。もうね、毎日やってるともうやらないとなんか気持ち悪いっていうか、もう体が自然にっていうかね、その時間になるともうね、パソコンの前に座るともうタッチタイピングを始めてるみたいなね、そんな感じですよね。なんか人によってはもう電源入れたらまずねタッチタイピングから始めないと一日が始まらないとかね、本当にそんな感じになるので、もうそうですね、最初のやっぱりね1ヶ月2ヶ月3ヶ月はね結構こう意識しないと忘れるかもしれないですけども、もう本当でも1ヶ月2ヶ月続いたらねもうかなり習慣化されるので、はいね、もうそうな習慣化にされてしまえばね、もう本当になんだろうな、もう苦にならずにね、うん、まあタッチタイピングの場合私は結構ね、あの毎日のやっぱり記録更新が楽しみでね、結構最初の頃は、うん、苦しいっていうよりは本当に楽しみでしたね。はい。でやっぱりね毎日やることでやっぱ日々の成長がわかると、特にこれねタッチタイピングとか始めたばかりの頃ってね、どん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 やればやるほど上がっていくので、それがとても楽しみでしたね。でやっぱりね、半年1年くらい経つとあんまりこうね成長って見えないんですけど、逆に言うとその日のね調子がわかるね、調子いい時はスコア伸びるし、調子悪いとスコア下がるしみたいな感じでね、調子が分かるようになるとね、だから最初の頃はね日々の成長を感じて楽しいですし、最近は本当にね、あの一日一日、あ昨日より調子悪いなとか、昨日より今日は調子いいなみたいなのがね分かるので、まあ、そんな感じですね。はい。で最後ですけれども、やっぱりね、このタッチタイピング私ねもうすぐ2年になりますけれども、まあ1年とか1年半とか2年続いたっていう成功ですよね。この成功がやっぱり他のね、成功体験にも生かされるっていうか、ある意味自信になりますよね。1年続いたんだからとかね、まあそうですね、実はですね、まあこの前にっていうか、私結構ね20年くらいタバコを吸っていて、まあ、禁煙ね、もうどれくらいだろうな、8年くらいになるんですかね、禁煙して。はい。なのでまあそういう意味でも、なんだろうな、8年も禁煙できたんだから他のことでもね継続できるみたいなそういう感じで、まあタッチタイピングも2年続いたしという風になると、何かねまた新しいことを始めようとした時に、こう自分のね実績があると、まあそれが自信になってチャレンジできるっていうのもあるので、ね一つの成功が次の成功を呼ぶっていうことなので、何かね一つでもいいのでこう実績を作ると、次にねどん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 その実績を自信に変えてチャレンジできるというところが、はい、いいんじゃないでしょうかと思います。はい。なのでですね、何でもいいのでね、ぜひ皆さんもな何か毎日やることを、はい、やってみてください。ね、本当に何でもいいですね、とにかく毎日やってみましょうと。でやり始めたらそれね、まずは1ヶ月2ヶ月3ヶ月続けてみましょうとね、そうやって続けていくうちに気がついたら1年2年ってなっていく、でその1年2年がまた自信になるのでね、はい、これですね、1年続くとやっぱりそれがねやっぱり1年も続いたっていう実績になりますので、それがまあ自信になって、芯が間違ってますね、はい、別のこともできるようになりますとね、別のことをやろうとした時もこのね1年続いた実績っていうのがやっぱり他のことにも生きてくるので、ぜひねやってみてください。まあ何でもいいです。読書とかでもいいですし、禁煙とかでもいいですし、あと筋トレとかね、結構やっぱり挫折しがちなので、ジョギングとかもね、雨降ったりとか、冬になったら寒かったりとかね、夏、真夏は暑かったりとかあるんですけれども、やっぱり毎日続けることでね、それがね、実績になるし、自信になるしということで、あと英会話とかもそうですね。私も結構ですね、20代の頃ですかね、NHK の英会話とかね毎日やってましたけども、やっぱり毎日やるっていうのがね結構やっぱ習慣になって、で続けることでそれが実績になって自信になってみたいな感じですね。じゃあどうやったら毎日ねできるようになるか、まあ、それはもうやる気次第なんですけれども、一番いいのはねやっぱりこう有言実行するということですよね。周りに宣言するとね、例えばね、家族がいれば奥さんとか子供でもいいですし、あとは友人とか会社の同僚とかでもいいので、ね、
まあ、今日からね、マラソン始めたんだよとか、筋トレ始めたんだよとかね、そういうのをね、1年は続けたいと思うみたいなことをしっかりこう有言実行してくださいと。で、私的におすすめなのはですね、YouTube に投稿すると、はい、いうのが一番こう、私の場合はね、合ってたかなと。はい。で、これ何かっていうと、この強制力ですね。強制力を使うと、とても効果的ですと。やっぱりね、周りにこう宣言してしまった手前、こうやめられないと。ね。言ってしまった以上、なんかやめちゃうと、なんだよ口ばっかりじゃんってやっぱりね思われたくないので、みんなそこでね頑張って続けると。はい。 YouTube なんてね、本当に全世界に向けて発信してるわけですからね、休んだりすると、なんだ結局ねそんなこともできないのかみたいな、こう人間的にやっぱりこうね、こうなんていうんですかね、見せたくないところなので、まあそういう強制力を使うと、はい、うまくいきます。で、私もね、YouTube で毎日毎日こうやってね、アップしています。ね。で、毎日こうアップすることで、こうね、見えるので、なんていうんですかね、こう満足感にもつながりますし、まあ、ね、世界中にこうやって宣言した手前、こうやってね、ちゃんと実績として上げているので、で、これがやっぱりもう2年も続くと、ね、これを見るたびに、あ、ここまで頑張ったんだっていうね、自信にもなりますので、ぜひね、皆さんも、はい。何か始めるんだったら、ね、動画撮って毎日 YouTube に上げるというのをおすすめしたいと思います。はい、ということでね、今回もここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。タッチタイピングの方はですね、別のチャンネルにね、動画アップしてますので、といってもこのね動画、本当にタイピングをしているだけの動画なので、見てもねほとんどつまんないと思うので、本当にひたすら実績を残すためだけにアップしているので、まあ見てもしょうがないと思うんですけど、もしね、興味があるという方はね、概要欄に URL 貼っておきますので、見てみてください。はい、ということでね、また次回、最高記録更新したら、まあこんな感じの動画をアップしたいと思いますので、次の動画をお楽しみ。See you!